非常識を必要とする人に届けるをテーマに、ビジョンコーディネーターともんけのウィンウィンビジネス。はい、今日最初のお客様です。株式会社 SIP 代表取締役、森淳二さんをお招きしております。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、今日のテーマはですね、森さん、はい、ちょっと教えていただいていいですか。シミュレーション。シミュレーション、はい、さあ何のシミュレーションでしょう。何のシミュレーションかということですね。はい、まあ、私はもともとスーパーマーケットのですね、はい、ボランタリーチェーンの本部で、はい、まあ、18年間いろんな経営の支援をしてまいりました。その中でですね、シミュレーションゲームというのを作って、昭和53年の話ですけれども、昭和53年の僕大学入学した頃ですね。あ、そうですか。33年前ですよね。33年前ですね。やっぱり生きてましたね。はい、生きてましたよ、しっかり。はい、ただ世の中その頃ですね、ちょっとオフコンがまだ世の中で半分ぐらいしか、はい、浸透してない時、その時にですね、我々の方から出向いてって、はい、全国北海道から九州まで、はい、それでコンピューターシステムを使った、マネジメントゲームをやってきたんですよ。マネジメントゲーム、はい、そのゲームって別に遊びのゲームではなくじゃなくて、ちゃんとした先ほどお話ししました中の一つにですね、はい、教育研修となりました。はい、それからスーパーバイジングということで全国ずっと巡回指導するんですよね。そんなような中でですね、いろいろ各店長さんだとか、警官部の方にいろいろ成長してもらおうというような手段があるんですが、座学の限界というのは結構あるんですね。はい、それで一番いいのはやっぱ OJT なんですが、この OJT というのはなかなかまた難しくってね、その環境がいいとか悪いとか、等々といろいろあるんで、だったら教育に一番ふさわしい環境を作ってあげて、それで実際の OJT に近い効果を上げていこうと。なるほど。言ったようなことで作ってみたんです。はい、はい、ありがとうございます。まず OJT ってね、カズさん分かります？あの職場の OJT って言ってね、職場で入って、もう本当に手取り足取り、一人の新人さんを先輩が教えていくという。なるほど。そういうようなことで使いました。よくオンザジョブトレーニング。そうですね、そういうことですね。俺英語知ってた。今びっくりしました。全部言いましたね。私忘れてました。そうですか。じゃあそれを、オンザジョブトレーニングっていうのはまあ基本なんだろうけども、それをもう少しそのコンピューターを使った形でのシミュレーションを、そうそう、するということをやってたってことですね。それを作ったんですね、独自で。それを作られたんですか。だから国内には当然全くそういった時代背景ですから、IT のそういったソフトはありません。森さんってIT の会社の方、技術者なんですか。実際訓練を決め、古い言語ですけど、フォートランとかコボルとかベーシックとか、最近ですと VB とかですね、そんなやってますけども。僕だから見た目の印象としてですね、僕ね、ガードザガードマンのイメージだけど、ガードマンカチッとしててね。確かに、ね、SP とか言われることあるんですね。そうそう、 SP とかね、なんかそう。そんな会社名は SIP なんですよ。SIP 今気をつけました。そうですね。だからなんか IT というよりもね、SP とかね。あ、そういう雰囲気ですね。ガードマンというそういう感じです。あ、きちっとした感じで。はい、すいません、なんか話を持ってきました。それでですね、さっきもこれはなかなかSE の方でも作れないと思うんですね。かといってコンサルタントの方だけでも作れないと思うんですよ。やっぱり何がその教育効果が上がるかということと、でどういうロジックを組むとそういったシミュレーションができるかという両方できないと、それでかつ言語を組めるという、それがなきゃできないんで、意外とあるようでもないんですね。よく最近マネジメントゲームってやるとですね、サイコロ転がして、出た目でいろいろこうやっていくのはありますけども、こういったシステムを本当に使ってですね、シミュレーションソフトを動かしてやるって意外とないんですね。そんなようなところで、私も今コーネル大学というところのですね、カリキュラムの中の定番コースとして、このシミュレーションソフトゲームをやらさせてもらってます。今年も立品で一泊二日でやりまして、副学長、それから首席講師も非常に高い評価いただきまして、参加メンバーの方もかなりトップ企業のレベルなものですから、内容的に非常に充実してましてね、非常に好評なんですよ。はい、そうですか。なんかね、すごい、はい、なんだろう、その経営者層にが学ぶような、そうですね、ものなんですかね。今日も終わりなんですよね。
今日です。今日は夜またそこの公園大学の帝国ホテルでですね、その授業の終わった後その人たちと一緒に集まって懇親会やるんですよね。まあ私はご招待ですから非常に喜んでいくんですけど。でもどういう方々が集まるんですか。あの初回のそのゲームの参加者はですね、まあ某もう70何店舗やってる高級スーパーマーケットの社長とかね、某ディスカウントストアで有名な副社長とかね、実的にはもう代表者ですけども、とかまあ全国からですね、あの北海道の方もいらっしゃる、役員の方多いですね。本当にあのかなり の, あのスキル持ってらっしゃる方が多いってことびっくりしました。逆にそれを通じてですね。なるほど、そうですか。であの今 IT のこと、あそうそう、森さんってとこでおいくつなんですか。私還暦今年1月ですからなったばっかりですね。若いでしょ。そうですか。当年とって何歳というのが大体当年とって50歳、はい、そうです。若いですね。そう言ってもおかしくないですよね。暗くなるとね40代で十分通用するんですね。はい、なるほど、はい、そのフレーズはなんかカズさんもなんか同じこと言ってます。ああどうしましょう。だんだん気まずい方向に行っちゃいそうなの で, で、ね、さっきあの、はい、昔ほら昭和53年にコンピューター、あの頃のコンピューターってね、昔のこうやって映画なんか見るとね、例えばああいうエアコンみたいなところにあのカセットテープ の, あの大きなリールみたいなのがくっついてて、ガッガッガッってこうやってほらなんかくるくる回るような、ああいうやつでしたよね。そうで、その頃本当にハードが高いですからね、私がちょっと修行で1年間出向したソフト会社が、あの北沼の公園の中にある科学技術館という あります、ね、あそこの奥の方に事務所がありましてね、で我々はそこの2階のところにあるあの汎用コンピューター、それをあの使用させてもらって、でまさしくそこにですね、あの MT リールがですね、8ギガリールっていうんですかね、あの昔のテープレコーダー、テープレコーダーのデッキですね、あれがあのデッキが4つぐらいありましてね、1番デッキから4番デッキって更新とかですね、でディスクなんてめちゃくちゃ高いですから、でメモリも K の世界ですね、M じゃなくて、なるほど、そういう時の、まあ、K とか M とかって分かります？ K 分からないです。え、 M も分からないです。キロバイトとかなんか メガバイトとかって言うんですかね、今どっか行っちゃましたね。今ギガとかテラとか言ってますけども、昔 K あのプログラム組んでてもパンクしちゃうんですよ。だから電卓で叩きながら容量計算していかに減らすかということをやってですね、忍耐強くないとできませんね。そうですね、もうかなりそれも夜の2時とか3時とかね、機械がないですから空いてないんで、そんな中でカードパンチをしながらですね、あの寝袋入ってやってました。そうですか、今の若い人たちがそれをコンピューターだと思わないでしょうね。私の師匠がね、特にあの NASA のプロジェクトの要員だったんですね、で短時間であれだけのスキル持つってことはやっぱりかなり苦労されてるんですね、で一番言われたのはあの本読んだだけで、あの一丁前の知ったようなこと言うなと言って、私行ったその日からパンチカード寝袋で、パンチカード打たされましたね。なるほど、そういうところで修行1年間みっちりやってきました。すごい本当にね、職人ですよね。あ、体力と職人の世界でしたね。なるほどね、例えばあのほらあの今パソコンだとまあ当然計算は、なんか計算式でとパーッと勝手にやるじゃないですか、すね、そのちょっと手前が電卓ですよね。そうそう、でその前がソロバンですよね、あの要はパンチカードだとかそういうのってのはソロバンみたいなイメージですね。そうですね、あの本当にもうジャノメの機械でしたけどね、我々が持って穴を飛んで、ただひたすら開けていくんですけどね、マジックテープ持って修正してですね、非常にアナログな世界ですね。そうですね、ディレクターの加藤さんなんてそういう分かんないでしょ。分かんないと頷いてますね。専門学校の方でも昔そういう教科書に何か載ったこと見たことあるとかぐらいの感じですよね。もうそうですね、なんか博物館に何かあるような感じですね。なるほど、じゃあそういうでも逆にそういう基礎というか、そのアナログな世界から今もうこれ今もう端折っちゃって、うもう使う側になっちゃってるじゃないですか、でもそのなんて大元のところから知ってらっしゃるからこそいろいろなんだろう、今実際に業務でね、いろいろ IT を使いたいときにもうベースのロジックがしっかりされてるから適切なアドバイスができるのかななんて思うんですけども、どうなんでしょうかね。ですね、あのさっきの修行もですね、私も本当にあの例えばあのすぐプログラムの勉強させてくれないんですよね、逆フローとか、そこからコーディングローとか、ものすごくステップ本当に踏んでますんでね、フローチャート書くだけでも今あんまり書いてないみたいですけども、我々の何でしょう、この部屋だったら何億もするぐらいずっとテンプレート書いていくんですね。そんなことをやった次のステップでやっと逆にそこからコーディングさせてくれるとかね、あのかなりステップ本当に今言われたように地道にやらされましたね。なるほど、
ですね。だから、まあ、本当に現場の方がですね、はい、こうやっちゃうと危ないなってことも、そういうステップの中から、はい、体感させてもらってますね、はい、なるほど、そうですか。でもですね、今ちょうど60ってことは、まあ、ちょうど経営者層の方が、まあ、現役でやってらっしゃる方が、ちょうど何だろう、何でも相談しやすい立場です ね、 もう考えてみたら本当にいつの間にか還暦になって、ちょうど我々 の、 その前後の方たちがみんなそういった役職、はい、社長とか会長とかですね、本当にそういう経営者の立場になっている方多いですよ ね、 なるほどね。だから本当にこうパッとこう電話でいただいて、はい、そういう本当 の、 機関系のことに関してですね、相談いただくとかっていうこともありますね、はい、森さんからですね、まあ、営業ですごく役に立つですね、はい、メルマガっていうのを 毎月毎週毎 週、 で毎週ですかね、発行しているんですよね、はい、ですごくその現場に密着した体験から来るそのヒントをいただくんですけど も、 でも 60代、60歳の方がそれをこうやって IT をちゃんと使いこなして、素晴らしいことですね、まあ、でも流してる情報は、まあ、現場に密着したアナログな情報、アナログですね、ということですよね、はい、どうですかね、60歳っていうと、加藤さんのお父さんとかっていくつくらい61ぐらい、あ、61、じゃあ お父さんですね、ちょうど、お父さんお母さんになっちゃいそうですね。そうですね。まあでも、まあね、世代どんどん変わっていく中で、でも基本を知ってる人がそういう、バックアップしてくれてるのはすごくありがたいですね。心強いお話ですね。はい。じゃあ最後にですね、どういった方のお役立ちを今後、自分はこうやって推進していきたいかと、はい、いうのをちょっと改めて教えていただいていいですか、はい、まあ、私は今営業支援ということでやってるんですが、はい、その中でも今のシミュレーションゲーム、はい、これは先ほど申し上げましたようにですね、やっぱり3回今年やったんですが、はい、毎年ですね、やっぱそうそうたる方から本当に高い評価いただいてます、はい、ですからこれをもっともっとですね、広く活用していただきたいなということで、はい、今ですと、もう例えば大学だとか他のスーパーマーケットだとか、はい、もしくはその教育会社さんだとか、はい、これをやっぱり認知して、未常識という先ほどありましたけども、はいはい、その部分をですね、もっともっと広く知っていただきたいなというのが私の今の、希望です。そうですか、はい、じゃあそんなね、森さんに、コンタクト取りたいとか、ちょっと状況を見てみたいという方は、そうですね、インターネットで、株式会社、はい、SIP、まあ、カタカナで SIP ですね、で森淳二と、森は、木3つに順番の順、はい、明治の字ですね、明治時代の字です、こちらで検索していただけるといろいろ分かるかと思います。はい、今日はですね、そのパソコンのなんか、パソコンというかコンピューターの、そのちょうどね、一般に普及する過程のなんか元の話もちょっと聞かせていただきましたので、はい、なんかすごい懐かしい気がしました。はい、今日は、どうもありがとうございました。ありがとうございました。